皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、シグナーの一人である、こちらの D ホイーラーのフィギュアです。遊戯王ファイブギーズ、ネンドロイド、不動優勢。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ファイブディーズの主人公でシグナーの一人である不動優勢が、ネンドロイドになりました。カードは拾った。遊戯王ファイブディーズの主人公に、不動優勢というキャラがいるんですけど、無口でクールな性格ではあるんですが、仲間思いで熱いハートを秘めているんですよ。劇中では従来のタッテのデュエルに加えて、D ホイールというバイクに乗ってライディングデュエルを行います。シンクロ召喚を主軸とした戦い方で、デッキ内のモンスターは低レベルが多く、デュエル序盤は防御型ではあるんですよ。ジャンクオリアをはじめとしたシンクロモンスターをシンクロ召喚してからは、パワーを爆発させたようにガンガンと攻めていくスタイルとなっていきます。エースモンスターはスターダストドラゴンで、破壊効果を無効にしてくれる頼もしい存在であり、進化体を出したりして勝利を得ることもあります。サテライトというスラム街で暮らしていて、酔ったり余ったパーツで自分の D ホイールを完成させたりと、高いメカニック技術を持っています。実はネオドミのシティ最上層のトップ数までで、父親の不動博士が旧モーメントの暴走事故に関わっていたことから、負い目を感じていました。赤木竜の技を持つシグナーの一人で、はじめら竜の技でしたが、後にドラゴンヘッドを受け継ぐことになります。ギリアステルの参考の一人であるプラシドとの戦いの中で、フリアマインドの境地を手に入れ、アクセルシンクロを使えるようになったんですよね。ラスボスのゾーン戦では、アクセルシンクロの泳いクリミットオーバーアクセルシンクロの境地にたどり着き、シューティングクエーサードラゴンを召喚しています。そんな優勢が、今度ネンドロイドになって発売されるみたいなんですよ。優勢とともに、クリアマインドの境地にたどり着けるかもしれません。ライディングデュエル、アクセラレーション。約100ミリのサイズに優勢のクールさや魅力が詰め込まれていますよ。特徴的な髪型におなじみのレザージャケットなどもバッチリと再現されています。収容所に手付けられてしまった左目下のマーカーも健在です。賑やかになってきたな。交換用表情パーツには真剣顔、戦闘顔、満足顔の3種類が用意されています。表情を交換することにより同じポージングでも受ける印象も変わってくるのではないでしょうか。ファイブディーズのシリアスでクールな世界観が楽しめそうです。いろいろあるんだね。オプションパーツにはミルク、デュエルディスク、カードが付属します。付属パーツを組み合わせることで劇中のいろいろなシーンを再現して楽しむことができちゃいます。名シーンのミルクでももらおうかもバッチリと再現することができます。ミルクでももらおうか。右腕にはシグナーの証である技ドラゴンヘッドが輝いています。リームファイブディーズの仲間たちの絆や赤木竜による力が強い新たな奇跡を呼び起こしてくれそうです。ライディングデュエルでのスピードの境地クリアマインドをも感じられるかもしれません。クリアマインド、集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く光さす道となれ、アクセルシンクロ。友人や知人とのデュエルでジャンドデッキを使う際にこのフィギュアを飾ればより臨場感が出て盛り上がると思います。また別売りの闇遊戯と勇気10代のネンドロイドと並べれば超融合時を超えた絆での夢の共演シーンが再現できますよ。流星の様々なシーンを再現したりしてお楽しみください。さあ満足させてくれよ。こちらのネンドロイドは8月に発売です。そしてお値段は5870円です。このネンドロイドをお迎えしたら優勢の数々のデュエルを再現して SNS などで自慢しちゃってください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。